寝ないのか。あなたこそ。目が覚めてしまっただけだ。眠くなったらそのうち寝るよ。肩は大丈夫？肩？ああ、ピオハリムに打たれた部分か。多少違和感はあるが。平気だ、平気。治ってないみたいね。もう一度治癒術を。これで良くなったはずよ。おお、さすがだなシオン。ありがとう。考えてみればあれは私が悪かったわ。銃弾数発でスルドを倒せるわけないのにね。もうその話はいいだろう。みんな無事で今もこうして治癒してくれた。全てのスルドを倒す、その約束も続けられるだろう。そうね。でも一つ聞かせてちょうだい。ローはあなたが私を心配したと言っていたわ。あなたは私の何を心配したの？そりゃあ、なんだろうな。何よそれ。シオンがいなくなったら炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。そうね。そんなことより死なせたくない。ただそう思ったんだ。まだそんなこと言ってるのね。少しは学びなさい。でも俺に約束を果たすためにも必要なことだろ。そうね。覚えていて何よりよ。どうしたんだ？俺先に寝るな。ご自由に。どうしちゃったのかしら。キサラは夜のうちに戻らせた。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。どうかな。昔から生真面目な子だった。君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか？通報したりなんてことは。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう。信じてるんだな。決行日が来たらまたザーレを送る。それまであまり遠くには行かないでくれ。しばらくはミキウダからの連絡待ちかな。じゃあどっか出かけようぜ。じっとしてるのは性に合わねえ。なら私も行くわ。あなたたちだけではミキウダの知らせが届かないところまで行きそうだし。子供じゃないんだから。少しはこの町みたいに仲良くしてくれよ。
風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。炎の剣は無事か？濡れたくらいじゃ問題ないわよ。おい、どうした？なんてこった。あ、そう、わかった。ズーグルどもはなんだって農具なんかにちょっかい出すんだ。さあな、とにかくこれ以上被害が広がらないうちに何とかしよう。ところで、なんでさっきから体のあちこちを見てるんだ。え？いや、なんでもない。気にしないでくれ。さあ行くぞ。マグナレイ、いただき。よくせき、とどめ。よくせき。この調子で行こう。やつが。ぶったたき。クライナー。終わり。レンガだ。
私なら落とせるわ。その隙にあっさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。突破するぞ。クライナー、フッ、イカの前をクリソコで。イカの前をクリソコで。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振りなさい。収縮ライカー。聞いたか、鍛えた甲斐があったな。ガリオク単価猛通客。よし、終わりだ。ガリオク行かせよ。ガリオク決めて。どうにか倒せたな。と片付けましょう。クライナー、こいつは俺が。炎よ、ガリオク巻き込め。とどめだ。アイフェン収縮ライフェン。見たか、鍛えた甲斐があったな。クライナー、ノイルと正解。次これはインテリーカム。マグナレイ、いった。サンキュー、相手を寄せつけないのね。注目、どういう。これぐらいの相手なら問題ないな。言われてたのはあいつか。私でもやっつけられそう。めちゃく俺の真骨頂。光よ、私が止めるよ。レンガだ、あっさ止め。光よ、あなたの名前ガリオク。そのまま攻撃頼むぜ。射線に入ると危ないわよ。もう反撃をつけます。これでいいぞ。エレイズか。なら私が妨害を頼む。敵が減ったもんね。俺がやってたんだ。見直したわ。ミカルキを振り注げ。勝利を勝ち取れ。炎を宿って巻き込め。クライナー、フッ、止めろ。決意の勝利。マグナレイの元に。とどめ。後で終わりだ。イカルキ光を貫け。自分の勝利。みんな、あとちょっとだよ。おい、サクッと蹴りつけようぜ。あ、ローは少しも気を抜かないでね。なんで俺だけ。よし、農具に悪さしてたズーグルはこれで全部だな。はあ、よかった。おいおい、気持ちはわかるけどさすがにホッとしすぎじゃねえ。ん、ああ、そうか、そうだな。ああ、この調子でいこう。おう、あ、やったぜ。おう、よし。よし。ああ、フルル、お友達がいるの。フルル、
ここにいたのか。よかった。お前たち、こんなところをうろうろするな。今ここで捕獲されても仕方がないんだぞ。あんたに俺らが捕まえられないのは証明済みだろ。何？ロウ、やめろって。言い争いに来たわけじゃないんだ。あんたへの預かり物がある。受け取ってくれ。これは腕輪？兄さんの腕輪か？なぜこれを私に？兄さん、何をしようとしているんだろうな。わからないけど、口にしたことに嘘はないと思う。これまで会ってきた解放を信じる人々、その人たちと同じ感じがしたんだ。だから信じようって。あんただってそうだ。だから三木浦たちを通報してないだろ。なぜそう思う？三木浦が信じたあんただ。それを俺も信じてるだけさ。お前は不思議なやつだな。そうやって皆を解放してきたのか。どういう意味だ？いや、気にするな、たわごとさん。そうか。とにかく三木浦のやろうとしていることはもうすぐわかる。だから俺たちで見届けよう。そうだな。さて、あとは結婚を待つだけか。ああ、また宿の世話になろう。首輪になんか挟んである。あ、行っちゃった。明日決行だってよ。集合場所はあの地下採石場の中だ。なら今のうちに準備をして、今日のところはまた宿の世話になろう。いよいよだ。ああ、鋭度はどう出るかな。三木浦次第だろうな。とにかく採石場に急ごう。前へ。お願いがございます、ティオハリム様。何者だ、そこで止まれ。ミキューダ、あのミキューダなのか。この異兵、その者どもを近づけるな。鋭度閣下のお命を狙う大逆人である。殺せ。待て。なりませんか、危険です。
彼に傷つけられる私ではない。それに彼もそんなことはすまい。そうだろ。はい、ティオハリムス様。君に関してはおかしな噂も聞いているが、それは奥としよう。意外な友人ができたようだな。あんたに見せたいものがあるそうだ。俺たちはそのための梅雨払いだ。見せたいもの？閣下、耳を貸す必要などございません。この者たちは私めが。口を挟むな、ケルザレク。私は彼らと話している。それで、見せたいものとは？この奥です。ティオハリム様はこの採石場の一番奥をご覧になったことは？そう言われると記憶にない。確か君たち向けの医療施設ではなかったか？ご覧いただきたいのはそれです。その上で私の処遇をお決めください。いいだろう。キサラ、君は彼の妹だったな。ちょうどいい。君に護衛を頼むとしよう。この先は危険が待ち構えているかもしれない。みんな油断しないでもらいたい。危険？何を言ってるの兄さん。この先はただの作業場の一つ。そうだ。だが今は私を信じてほしい。医療施設がある場所が危険ねえ。匂うな。だそうだ。キサラ、彼らと協力するといい。わかりました。腕は知っている。そうしてもらえるなら心強い。キューダの猫ザーレもダナにもともといる生き物なんだよな。うん、ズーグルなんかとは違うよ。まあズーグルには可愛げなんてないもんな。クルー。ああ、フクロウにもねえか。うん、あっ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 、あるって。あります。フクロウ最高。プルルも可愛いが俺は猫も好きだな。シオンは？私はそのどっちも。え？何でもないわ。でも考えてみれば愛玩用のズーグルって聞いたことないわね。レナ人が実用本位ってことじゃないのか？何かしら特殊な機能を持たせたのがズーグルだってことを考えるとあり得るわね。何でもいいけどこいつを止めてくれ！はあ！なんだ、ズーグルがいるぞ。見張りかなんかなのか？いや、ここには修霊機が置かれている。普段ズーグルなどどういうことだ。なぜ労働者もいない？君だけは予想外ではないらしいな。説明してもらえるのだろうね。はい、ですがまずは奥までお願いします。そこで全て明らかになります。いいだろう。
ら私を呼べ。あ、突進を止めてくれ。炎よ巻き込め。あの岩何だ。三日月よ降り注げ。三日月よ降り注げ。死んじゃってんだな。こいつ突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。わかった、任せたぞ。ここで決めてやる。炎よ真っ暗へ。攻撃を引き受けるぞ。マグマス秘密水の盾に交流連合だ。光よ貫け。暗いわ、とどめ。今の強迫だ。光ライトを任せろ。よしよし三日月よ振り注げ。交流連合だ。報酬と高く人撃つ。攻撃するマグナレイ。はい、インテリートも グーグルといい、何なの。邪魔よ。スライダーとどめ。やっと行くよ。やっとめ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 。気を抜くなよ。炎よ巻き込め。行った。これは炎像。レン
で光ってるよ。気になるよ。炎の火は終わらないよ。来ない。食らいないよ。食らいないよ。食らいない。やめて。一度止めておく。ほら、力の差も測れなかったのね。止められねえぜ。わっ、こいつは強そうだぞ。なんだあの光っているやつは。ややこしいとこだな。道はこっちでいいのか。ああ、近くに金属製の足場がある。そこを抜ければ奥まで行ける。ミキューダを警戒しているのかね。心配せずとも舞台を働く男ではあるまい。
ないわ。動きを止める。息の根止める。力の差も測れなかった。ここのようね。この奥に医療施設があるのか。行きましょう。お前が私の力を評価しているとは思わなかったぞ。あんたの相手は苦労させられたからな。嘘は言わない。あんたの自慢はあのでかい盾らしいな。そうだ。まず敵の攻撃を受け止めるのが我々近衛兵の流儀だ。そしてその勢いをそのまま相手に返す一撃を放つんだ。なんでわざわざ受け止めてからなんだ。最初から避けて攻撃すりゃいいじゃねえか。それは背後に守るべきものがいるかどうかの違いだな。あの盾は私たち近衛兵の信念の証だ。敵の一撃を受け止めるたびに闘志が湧き上がる。ローとは逆で打たれ強いってことだね。ほっとけ。